吉田さん、本要約チャンネルっていう YouTube チャンネルありますよね。あれ結構便利なんですよね。自分がちょっと気になるけども、まあ読むほどではないかなっていうふうなね、本のタイトルを探し当てるとラッキーだったりしますし、あとね、まああれ本当にね、よく考えられてるなっていうのが、本要約チャンネルの YouTube チャンネルをこう再生しておくと、ずっと再生しておくとね、あ、この本読んでみたいかなっていう解説が、まあ、10分ぐらいで聞けると、それをポチッとね、買うこともできるんですよ。で、メルカリとかで最近本をね、ガツガツ私も買うんですけども、まあ、まさにね、本要約チャンネルの YouTube チャンネルのおかげですよね。押村くんはその私が買った本に対するアフィリエイト報酬がその YouTube チャンネルに入らないことなんですけども、まあでもね、なかなかいいことやってますよね。すごく便利というか。で、あと映画のレビューとかも YouTube チャンネルされてる方はいますけども、それを見て、うん、私もね、DVD とかブルーレイを買う機会が増えました。要するに、その YouTube チャンネルって、そのまとめっていうのがね、ものすごくニーズが高いのかなと思うんですよ。私みたいな暇な人間でも、いちいちね、本を吟味したりとか、だから映画っていうコンテンツを吟味したりとかして選ぶってことはなくって、なんとなく知らない作品だけども、こんな概要ですよっていうのをね、さらっと10分くらいで聞けると、それを買うことができるっていうね、もうすごく私もね、便利だなと思ってます。で、その本要約チャンネルね、あれ本当に実際人が喋ってるんですかね。すごく上手ですよね。噛まないし、すごくいい滑らかな喋りだし、画像とかアニメーションもすごく洗練されてるなと思うんですよ。まあでも、あそこまでやんなくても、普通にね、こういうふうに私が今やってるみたいに、素人って方が、普通の人がね、例えばこれ、誰にもできた国会議員読んでみて、まあ、こんな感想でしたとかね、結局言いたいことってのはこういうことなんですよっていうふうに、一言二言にまとめることって、まあできると思うんですよ。全部読まなくても。うん、なんかそういうのでいいんじゃないかなと思いますよね。うん、まさにね、ネタ無限にあるんで、情報発信というかね、情報発狂というかね、発狂するほどで飲んでもんでもないと思うんですけど、うん、まあ、他にもね、自分の住んでる街はこんなとこですとか、うん、まあ、自分の人生はこうですみたいな、そんなまとめ方でもいいと思いますしね、うん、まあ、自分の過ごした学校まとめとか、あれでもいいのかな、うん、職場まとめとかね、私の職場はこんなんですとか、うん、そういうのもありますよね。なんかね、ニートの一日みたいなあったりとかね、うん、だから何でもあれですよ、誰かにとっては興味がある内容になると思うんですよね。まあそういうことをやればいいんじゃないですかね。で、そんなこと発信してる人たくさんいますよって言うんですけども、たくさんいてもいいんですよ。たくさんいても、その新しく YouTube を見る人がたまたまね、自分のところにアクセスする可能性っていうのはあるわけですから、それこそね、すでに人気者がいるところに入っていっても大丈夫だと思いますよね。あ、ちなみに最近西村ひろゆきさんっていうのが、自分の動画の切り取り OK ですよみたいなのをやってるみたいで、で、そのひろゆき動画の切り取りね、面白いやり取りを1分ぐらいのやつを切り取って、それをなんか自分のチャンネルでアップロードして、そうするとアクセス集まって報酬が結構簡単に上がるらしいんですよ。で、半分はひろゆきさんに入って、半分はそのチャンネル作った人にみたいな約束らしいんですけども、うん、なんかこれもなんかいいんじゃないですか。ちまちま切り張りしてれば簡単にね、自分のコンテンツでもないものを作れちゃうみたいな、うん、そんなのもあるから、なんかね、面白いですよねということで、ネタがないっていうことは稼ぎたくないね、まあ見えてないってことでしょうね、きっとね。まあもったいないね、うん、いってらっしゃい。